給仕係役をやらせていただきます須藤香菜です。初演に参加させていただいて大好きになったこの作品にまた出演できることを嬉しく思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。フリード役の吉田光大です。今回から初めて参加させていただくんですけれども、僕自身初のミュージカルで皆様に感動をお届けできるように全力で駆け抜けていきたいと思います。ベルボーイ役の百名博樹と申します。タイタニックの世界を14歳のベルボーイとして元気に走り回っていきたいと思います。はい、ハートリー役の木内健人です。素敵なカンパニーの一員になれたこと本当に嬉しく思ってます。最後まで頑張ります。よろしくお願いします。ライトーラー役の小野田龍之介です。3年ぶりにまたこの作品に携わることができて嬉しく思っております。本日から丁寧に公演務めてまいります。よろしくお願いいたします。ジム・ファレル役の渡辺大輔です。初参加なんですけども、精一杯頑張り、そして皆さんと、楽しい時間を共有したいと思っております。ブライド役の上口浩平です。通信士として皆様にしっかりとメッセージを届けたいと思います。チャールズ・クラーク役の相葉弘樹です。生のライブ感を皆さんと一緒に共有しながら楽しみたいと思います。よろしくお願いします。キャロライン・ネビル役の菊池美香です。駆け落ちをするという熱い女性なんですけれども、愛することの尊さと愛されることの強さをまっすぐお届けできたらと思っております。ご期待ください。ケイト・マクゴーアン役の小南真由子です。私も初参加となるのですが、素晴らしいキャストの皆様、スタッフの皆様に支えていただきながら、この船出を共にできることをすごく嬉しく思っております。精一杯ケイトを生きてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ケイト・マーフィー役の矢菊友奈です。この作品に参加することができて本当に光栄に思います。一日一日を大切に生きたいと思います。よろしくお願いします。ケイト・ムリンズ役の豊原恵里香です。今回初めてこのカンパニーに参加させていただけて本当に幸せです。エネルギッシュな舞台を皆様にお届けできるように頑張ります。よろしくお願いします。一等客室給仕係ヘンリー・エッツをやらせていただきます戸井克美です。一人一人の生き様をしっかりとお届けできるように精一杯頑張っていきたいと思います。最近本当に労働者俳優と呼ばれている藤岡正樹です。はい、例に漏れずですね、今回も最下層のボイラマンとしてバレットという役で出演させていただきます。よろしくお願いします。イシドール・ストラウスの佐山春樹です。3年前の初演から、再演を非常に心待ちにしていました。2人の夫婦愛が伝わるととても嬉しいです。よろしくお願いします。アイダ・ストラウスのアンジュ・ミラです。アイダさんは実在した人物ですが、女性としても人間としてもとても勇敢な人です。彼女の生き様をしっかりとお客様にお届けできたらと思います。よろしくお願いします。アリス・ビーンを演じますキリア・ヒロムです。お隣の栗原さん演じるエドガーさんと夫婦でございます。この素敵なカンパニーの皆様と今回私初参加になりますけれども、生き生きとしたアリスを演じたいと思います。よろしくお願いします。エドガー・ビーン役の栗原秀夫です。うちの奥さん綺麗でしょキリア・アリスを愛し続けたいと思ってます。それぞれ乗り込む人たちが問題や事情を抱えているこの人たちのドラマを、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。マードック役の津田英介と申します。船長の最強の右腕として任命されたわけですから、しっかりと船長をサポートし、しっかりとこの航海を無事に、滞りなく、到着させたいと思います。なんで笑ってるんでしょうか。3年半ぶりなんですけども、この2ヶ月間また稽古して、すごく非常に、楽しかったので、なんだろう、この2ヶ月間があっという間でした。すごく今日が楽しみにしておりました。皆さん楽しんでください。ありがとうございました。群像劇ってすごいんですよ。一つのパートがなくても完成しないで、僕この劇装置を見た時に、床がね、ごめんね変な話して、木の板がフローリングでこうずっと奥まで見えてますね今。これが遠近法でこう広がって奥行きがすごく深く見えてるんですけど、このパーツって全部一つ一つ大きさが違うんです。それを何百枚も組み合わせてこの床が出来上がってる。僕この床見た時に本当に感動しました。素晴らしい舞台で皆さんと一つの作品を作り上げる大事な歯車の一つとして皆さんにお届けできること、とても喜びと感動と不安と何言ってんだろう2週間足らずです、この素晴らしい舞台。どうぞ足を運びいただければと思います。皆さんこんにちは、鈴木相馬です。スミス船長役をやらせていただいてます。そうだね、じゃあ僕は床に負けないようにいい舞台を務めたいなって思います。
3年半前にトムと一緒にこの作品を作った時のどん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 日々変わっていく感動が本当に忘れられなくて、早くまたこの稽古に参加したいなと思ってたら、案の定すごい勢いで毎日毎日刻々といろんなことが変わっていって、役者も大変だったけれども、それに付き合うスタッフさんも本当にアジャストしていくのがとても大変だったと思います。でもそれにみんなちゃんと彼のフォーカスしていることにちゃんと心を一つにしてここまで来ることができました。ぜひ皆さん目撃者となってこの出航に立ち会ってください。皆さんをぐっと掴んで離しません。よろしくお願いします。設計士アンドルス役の加藤和樹です。3年前にこの初演をしてですね、今回、再演という形で、キャストも半分ぐらい変わりですね、前回イスメイさんだった相馬さんが船長になり、そして石川善さんが、イスメイさんになり、本当にこの役者一人一人のこう化学反応といいますか、本当に役者が変わればこれだけ変わるんだなという思いをひしひしと、毎日感じております。そしてトムが新たにこの3年間で、自分自身も成長した変わったんだと、言っておりました。それを受けてですね、いい化学変化が起き、本当に全く新しいまたタイタニックが出来上がったと、思っております。本当についさっきまでね、いろいろ変更だったりとか、本当に、キャストスタッフ皆さん大変な思いをしながら、作り上げた作品でございます。ついに出航という形になりますが、もう本当に最後まで、力を合わせてですね、無事にこの航海が終えられるように、精一杯頑張っていきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。 The whole idea of a musical of Titanic has to be about the dreams and hopes and aspirations of the people who boarded the ship. タイタニックの物語を見せる中でやはり一番大事にしたいのが乗船していく人々の夢、希望、そして野心だと思うんです。 But also the people who built her. と同時にタイタニックという船を作った人々の話でもあります。 And also the people who served on Titanic too. そしてタイタニックに乗って給仕をしてお客様に尽くした方々の話でもありますね。 Titanic was known as the ship of dreams. タイタニックってのは夢の船として有名でした。 And dreams and hopes and aspiration is exactly the great ingredients for a musical. そして夢、希望、野望っていうのはやはりミュージカルにとって不可欠なものだと思います。In Les Mis, she sings about I dreamed a dream and time's gone by. レミゼラブルでも歌ってますよね。その夢破れてそのかつて見た夢を語っていた。Tevye, the milkman in Fiddler on the Roof. If I were a rich man, he has a dream. Tevye ですね。屋根の上のバイオリン弾き仲間、もし金持ちだったらっていうふうに歌ってますね。夢の話をしています。There are so many. Eliza Doolittle, she wants to be.She wants to be a duchess at the embassy ball. イライザ・デューリトルなんかもそうですよね。ちゃんとした淑女になりたいという夢を持っている。Titanic has 1,522 people with hopes and dreams and aspirations. タイタニックには1,522人の夢を持った人々が乗船しています。So that's what you're about to see here. それを今からご覧いただきます。The ship is about to depart. Thank you very much. 船は間もなく出航いたします。皆さんどうもありがとうございました。